こんにちは、チケンのゆうはです。今回はスキニーパンツのこなし方をご紹介いたします。スキニーパンツはベーシックなアイテムなので、それを使ってトレンドを意識したコーデにするにはトップスでトレンド感を出すのがいいと思うので、オーバーサイズなトップスとかを選ぶといいかなと。スキニーパンツは足にフィットするタイプなので、オーバーサイズのトップスを合わせることによってコーデにメリハリが出て、上にボリューム、下はぴったりっていう風にメリハリができるので、オーバーサイズがおすすめです。すごいウォッシュ加工が効いてるような色打ちが激しいカラーとかはあまりおすすめできないです。おすすめはインディゴカラーや定番のブルーやブラックで、明るい色ならホワイトがおすすめです。ブラックは引き締め効果があるので、スタイルアップを叶えたい方にはとてもおすすめで、反対にホワイトは一番落ち着いて見えるカラーだと思うので、オフィス使いとかにもぴったりだと思いますし、トップスに何色持ってきても爽やかで女性らしい印象になるのでおすすめです。スキニーパンツは足のラインが結構出るので、わざとワンサイズ下げて購入される方とかも多分いると思うんですけど、サイズが合ってないとだるっとして見えて印象が綺麗には見えないと思うので、おしゃれなスキニーコーデするには自分に合ったジャストサイズを選ぶことがポイントです。実際にお店とかで試着は絶対してほしいんですけど、その時に股関節のあたりにシワがすごい寄ってたりとか、膝の位置とかにすごいシワがいっているのとかはサイズが合ってないと思うので、ワンサイズ下げたものを着ていただけるといいかなと思います。スキニーパンツを使ったトレンドなコーディネートをもっと見たいと思ってくださった方は、下の概要欄からチェックしてみてください。チャンネル登録と高評価、グッドボタンもよろしくお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。